アストレディオ。さあ始まりました。アッシュレディオの時間です。おはようございます。おはようございます。この前あのヘビーリスナーで毎日朝6時に起きて、6時前に起きてね、6時でもうオンタイムで聞いてるみたいなリスナーさんがいるんですけど、はい、その人があの二度寝したっていう報告が来まして、ほう要はラジオ生っていうかオンタイムで聞けなかったって言って、はいはいはい、聞かないと朝が来ないみたいな、はいすごい生活習慣に入ってるなと思って。すごい習慣です役立って何よりです。聞かないとだから用が開けないっていうね方もいましたけど、最近はもう真夏日だったり夏日だったり、夏日が25度以上ですよね、真夏日が30度以上ですよね、猛暑日が35度以上ですよね。そうですね、やっぱ昔の話なんで、昔って30度を超えたら大変でしたよ。そうだ、奥戸吉岡さんが少年野球やってた頃、はい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 、そうっすね。30度なんて言ったら、夏はだって25度で暑いねなんて言ってたんだよ、うんうん、そうですね、そうですね。そう考えるとかなり暑くなりましたね。いやそうですよ。だから地球温暖化っていうのはまあ原因がどうだよね、うんうん、だってじゃないですけどね。確かにそうっすよね。だってもう山梨の方はもうみんなあの近所プール開きしてますからね。あちびっ子がもうビニールプール入ってわちゃわちゃやってますから、ね、今だから今年はコロナだなんだでプールとかもなんかねこう行けたり行けなかったりとかじゃないですか。確かに読売ランドのサマーランド、そう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 、入場制限、はい、入場制限やってたりとかしてるんで、すごい話。僕のその地元のめっちゃちっちゃいプールでさえ、うん、去年なんですけど予約制になってたんですよ、めっちゃちっちゃいんですよ。めっちゃちっちゃいのになんか同時に何人までしか入れないみたいな規制をして、はいはい、1回1時間みたいな感じになって。ウェブ予約ですか？電話予約。電話予約町役場に電話予約。すげえ。地元の町それどうやって称号取るんだろう。いや、何なんすか、なんとかさんなんかその役場系のシステムってなんであんなにあれなんですか、ね、いやアナログっすよね、めちゃめちゃ。だからなんか今デジタル庁があるわけでしょ。ありますね。そういうとこに金かけるん、うん、いやほんとそうっす。あんなわけわかんない大臣に金払ってないんだ。ほんとそう。いまだに書面じゃないととか、デジタル大臣なのにね、はい、来庁しないとできないとかってやっぱすっごい多いんで。そんなの年収3000万ぐらい払って一人もうデジタル化全部しますっていう人、一人 IT 企業の人バコって雇ったらもう全部解決する。解決しますね。いや一瞬です。ほんとそう、ほんとそう。だからそこら辺がやっぱその政府がそのデジタルとかアートとかデザインとかそういうところにやっぱお金を投じていかないと国の進歩が遅いですよ。本当にあれじゃないですか、デジタル化しちゃうと雇用が減っちゃうからっていう。いやそこまで考えてないです。考えてない。そこまで考えてないです。考えてないのか、はい、重要だと思ってないってことですか。じゃあ、いや必要十分条件みたいなそういうのがあるんです。要はあったらいいけどなくてもいいと思ってます。はいはい。だからスマホもそうです。スマホとかも、まあ、あったらいいんだろうけど、うんうんうん、まあ、なくてもいいよね。もう終わりですそんなことをトップの人間やってたらそっか、確かにな。デジタルとアート、クリエイティブはもう絶対一番最初に金をかけるべき、予算をつけるべきですよ。あーでもそこすげえ最後の方っすね、多分感覚としては。結局それだって韓国と台湾が、そうですね、韓国があれしてね、はい、デザインに金かけた国と、うんうん、デザインに金かけなかった国の話なんですよ。それはもう遅かれ早かれです。あデザインとかそういうなんだろう、あのそういうのが売り上げだったりそういうのに直結するっていう考えになりにくいってことですかね。そうです。デザインしたからってとかっていう、はい、かっこいいからってっていう、そう、あおしゃれな方が儲かるんだっていうことを知らないですね。ああ物が良ければいいだろうみたいな感じですか。短期的に見ればね。短期的に見れば、まあ、短期的に見ても最近おしゃれな方がインスタ映えとかやってる。まあだからただ金かければいいってことじゃない、使いやすさとか、うん、見やすさとか、うんうんうん、そういう、なんだろう、カンファダブルにすること、より快適にすること、うんうんうん、
ていうことがいいんだっていう、それ普通に考えたら分かるんだけど普通に考えたら分かります普通に考えたら分かります。じゃあちょっと今日はそんなデザインの話もありますが、はい、質問来ております。アシナさん、吉岡さん、こんにちは。いつもエネルギーの湧くラジオありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。エネルギーの湧くラジオすごいですね。温泉みたい。今回は脈の上げ方について質問させていただきたいです。脈を上げるということを意識して生活するために、自分の脈が上がった状況をメモし、なぜ脈が上がったのか、その時どう感じたのかなどを分析するようにしています、うん、その際に上司に怒られた時や悪いことをしている時などマイナスな場面でも脈が上がっていることに気づき、ただ脈を上げればいいわけではなく、いい脈の上げ方、悪い脈の上げ方など何か違いがあるのか気になりました。ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。いい質問ですね、うん、うんうんうん、すごいくだらないように見えていい質問ですね。まあ結論から言えば脈を上げれば何でもいいんですよ。でもちろんいいか悪いかはそれはなんかその個人が判断する話で、脈を上げるってのは脈を上げるっていうことで、うんうん、その脈が上がることで人は死に近づいて、うんうんうん、死を感じることで、あ、今自分って生きてるんだっていう人間本来持ってる生きてるっていう喜び、うんうん、最もピュアで最も誰もが持っていて最も中心にある喜びを感じるんですよ、うんうんうん、生きてるっていう喜び、うん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 、その生きてるっていう喜びっていうのは残念ながら死ぬってことを知らないと感じることができないっていう、人間が持ってる半端ないこう逆説的なすごく切ない喜びなんですよ。で、先進国っていうのはもう死を身近に感じる機会がないんで、死体が転がってるわけでもない、自分の親が刺されたこともない、みんな健康、なんとなく何も考えずポケット100歳まで生きると思ってる、うん、だから安全すぎて死を感じないんで、生きるっていう喜びさえこう不敏感なんですか、うんうん、鈍感になってるんですよ。だからもっとそういう先進国の安全すぎる先進国に死ぬっていうことを知らしめてやろうっていうのが僕の考えてる宗教です、うんうん、はいはいはい。脈境、脈境です。でその中で、その死を感じるほどに脈を打つっていうことはいろいろありますよ、うん、悪いことをするとか、まあ、怒られるってこともそうだし、喧嘩をするっていうこともそうだし、あ、プリズンブレイクを見るっていうこともそうだし、うんうんうん、恋愛をする、セックスをする、いろ、うん、んな脈の上げ方 が、うん、があるんですけど、まあ全部正解です。でもどうせだったらフィットネスが一番綺麗じゃないですか。はい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 。一番メリットが、メリットっていうか、うん、自分にも人にも社会にも精神的にもすごくいい効果がある。うん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 。だからビーツ、あーこれ以上でもこれ以下でもない。すごくないですか。すごいっすね。ストリューションが。そっかそっか。あー、いやだから喧嘩でもいいですよ。うん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 、うん、でも喧嘩だったらなんか逮捕されたりとか、うん、捕まっちゃったりとか、うん、相手を傷つけたりするんですよ、うんうんうん、ビーツもう全員ハッピーですよ、うん、誰も傷つけないし、ね、ただそういう、なんだろう、フィットネスではないこと、うん、より人に依存したりとか、うん、悪口を言って盛り上がったりとか、うん、格闘技を見たりとか、そういうことの方が簡単なんですよ。ネットフリックスを見た方が簡単だし、うん、悪いことをすることの方が簡単だし、うんうんうん、だからみんなそういう簡単な方に、自分が努力する必要ないことに、まあ、逃げるって言ったらあれですけど、うん、そっちは手をつけやすいんですよ、うん、生きる喜びを感じるために、うんうんうん、でドラッグに手を出したりとか、はい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 、でフィットネスっていうのは、まあ、直訳すれば食事と運動と休養の自立っていう話なんですけど、うん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 、やっぱその自立をするってことはすごくエネルギーがいるし、うん、すごくこう鍛錬が必要だし、うん、なんかこう努力が必要だし、乗り越えなくちゃいけない、うん、ただその乗り越えた時の達成感とかやっぱ話にならないぐらいこうでかいものがあるんで、うん、なんかそっちがいいんですけど、はい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 、でもみんなこう安気に流れてしまう、うん、ああ、そっかそっかそっか、っていうのを乗り越えるのがビーツ。うん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 、でエナジストが半端なく乗り越えてるし、うん、
だからやっぱ人間として尊敬できるし、要は社内でも尊敬できるし、うん、それを本当に乗り越えに来るお客様のことも尊敬できるし、いやすごいっすよね、本当に、うん、だからそれはすごくいい循環ですよね。うん、はい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 、そうかそうか。だから、まあ、簡単に脈を上げたく、まあ上げたくなってしまうから、みんなそのネットフリックスだったりとか、まあ簡単に脈を上げれる方を、そうそう、いやその自分で乗り越えることじゃないことの方が楽なんですよ。人のせいにすること、自分のせいにすることを人のせいにすることが楽だし、自分が努力するよりも相手の足を引っ張るのが楽だし、うん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 、そうなっちゃいますよ。だから楽して儲けたいとか、うんうんうん、楽して幸せを感じたいっていう、でも実は長期的に見ると楽しないで乗り越えた方が長期的には幸せを感じ続けることができるんですけど、ああそうかそうか、長期的にそのなんだろう、よくまあ長期的に考えれないって言うじゃないですか、はい、それってそのなんだろうな、長期的に考えて実際に長期的に考えてよかったっていう経験がないから考えれないんですかね。想像できないからっていうこと。いや、人間じゃないからです。ほう、動物っていうのは長期的に物事を考えられない、計画ってのはできないんですよ、動物って。あ、だからシマウマってサバンナにいるわけですよ。いますね、いつまでも。お前襲われるぞって何回も言ってますよ何回も言ってるのに、あの頭馬面しながら馬だしね草を食うわけですはいはいはい、むしゃむしゃね。でね、彼らはどこで危険を予測するかって、危険予測ってのはできないんですよ。うん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 、追われた、うん、その瞬間から逃げるっていう声が始まるんですよ。はい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 で、ライオンとかチーターがいなくなったらまた馬面で飯を食うわけですああそれが動物なんですよ。うん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 、だからその将来のことを考えて計画を立てるってことはできない。うーん、つまり短期的な腹減った、狩りに出るか、腹減った草食うかしかないんですよ。うーん、基本的に能力。うん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 、あーで、だんだん頭が、動物の知能が発達してくると、うん、将来のことを考えて今これをするべきだっていう知恵がついてくるんですよ。うん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 、だから今も残念ながら長期的なことを考えられないで、うん、長期的に考えたら損して得取りじゃないですけど、うん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 、長期的に考えたら今努力して今乗り越えてこれからずっとあの大きな利益を得続けるっていうことも絶対賢いんだけど、うんうんうん、あの今月だけの生き方をしちゃうとか、うん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 、その日暮らしをしちゃうとか、うん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 、日払いの仕事をしちゃうとかっていうのはそうなっちゃうんですよ。それは動物力が高すぎます、はい、つまり人間力が低すぎます。うーん、そうかそうかそうか。でそういう人は言葉を上手に操れないです、人間力が低いんで。語彙力が少ないですか。語彙力もないし伝える力もないし、あ、計画もできない。うーん、そういう人はじゃあ現在シマウマの人は何からしたらいいんですか。だから言葉をちゃんと勉強するしかないです。これなんだっけな、ついこの間も、うん、娘の学校どうするかみたいな話になって、うんうんうん、で、まあ、インターナショナルスクール的なね、うんうん、まあ、インターナショナルスクールなんですけど、的なね、やっぱそこも言ってるのが、要は結局その感情を持ってるだけじゃなくて、うん、感情をどうやって言葉で表現するかが大事だみたいな話をやっぱりしてて、うんうんうん、確かにそうだよな、うん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 、だそれはやっぱ言葉を学ぶしかないんですよ、人間は。感情をどう言葉で、人間の思考は言葉で作られてるんで、はいはいはい、だから僕も英語で喋れって言われると英語のボキャブラリーがないから、うんうん、英語で考えるってこともできないんですよ、すでに。日本語だったら僕は日本語は結構詳しい方なんで例えば A と B が、まあ、A と B はもう英語ですけど、うん、A と B が結びついて、うん、C が生まれる、 C その副産物として D が出てきて、
で、D が出てくると、うん、それをそのオーディエンスは F っていうふうに考えて思って、うんうんうん、だから G っていう解決策を作んなくちゃいけないっていうことを今の時点で予測するっていう、今これ英語で言えって言ったら、うん、副産物っていう言葉あったりとか、そのいろいろ出てこないんですよ、はい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 、でするとそこで思考がパッと止まるんですよ。あ A が B であーってなっちゃうわけですよ。でもそれは日本語っていうのはちゃんと使えるからあ思考ができるわけですよ、うんうんうん、だからよく言われるのは言語が変わると思考の中身も変わるんですよ。考えられる範囲が決まっちゃうんだ。考えられる、だからどっかのラジオで言ったかもしれないけど、例えばロシアのある地方だったら、うん、そのブルーが、青がブルーだけじゃなくて、うんうんうん、もういろんな薄い青と濃い青をもう言葉で識別してるぐらい、本当に言葉だけで見える色も変わってくるし、うん、言葉だけで見える世界も思考も変わってくるんで、だからまず書いてみる、うんうんうん、自分が何を考えてるかっていうのを書いてみて、言葉でうわ、これなんて言うのかな、うん、なんて言うんだしたっけっていうの結構多いっすね、そういう人。あ、なんて言うんでしたっけこれっていう人。はい。あ、僕は明確にそれはこういうことだと思う。言葉でもうクリティカルに説明できるんですよ。うん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 、うん、だからよくそのこれじゃあ決断って何ですか、うん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 、って言って それがちゃんとその決断っていう言葉をさらに形容できるじゃないですか、僕は。うん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 、っていうぐらいすごい細かく考えてるんですよ。はい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 、だからそれぐらいやっぱうわこの気持ちなんて言うんだっけ、うんうんうん、っていうのをちゃんと書いて、うん、書けないんだったらそれが書けるまでもう悩み続ける、うん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 、でやっとこう言葉を作る、うんうんうん、っていうことをしないと結局自分が感じてること、自分が思ってることも伝えられない人生になるって言うんですよ、うんうん、でもほとんどの人そうなんですよ。あ、自分が思ってること伝えられない人生。で例えば、で多くの人がその自分が思ってることを伝えるっていうことにの必要に迫られてない人生を歩んでる人がほとんどで、うんうんうん、例えば英語でプレゼンテーションするじゃないですか、うん、じゃあ吉岡さんが伝えたいことをお話ししてくださいって言われたら、これ話せないですよ。話せない話せない話せない。いや伝えたいこととかないっす。ああ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 、だから結局日本人が英語の自己紹介、英語でプレゼンテーションするって自己紹介しかできないんですよ。My hobby is それも ECC 順やん。はい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 、はい、それぐらいその英語は喋れる喋れないとか、言語は喋れる喋れないじゃなくて、本当にその日本語でもいいから伝えることを伝えるっていうトレーニングをしないと、伝えられないですよ。あ、確かに必要に迫られてないっていうのは確かにあるかもしれないですね。そうなんです。だからよりいかに一般人がその伝えるっていう必要がなく生きてるかって考えたらすごいですか。すごいっすよね。だからもっと細かいニュアンスとか、だから色とかもベージュなのかアイボリーなのか、パステルイエローなのか、うん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 、でもこれおじいちゃんが見たら全部白ですよ。パステルイエローと白、アイボリーとベージュは全部もう白。白、確かに白玉。アイボリー白玉。うん、ああそうですね。みたいな、なんかそういう言葉の厳密性というか。ぜひ皆さん伝えてみてください。ありがとうございます。